お前うそやろ、うしゃすげえ、これ画面からはめとべ、これ強人おるんやん。間もなく、待て待て、身分を確認してください。あ、強人、これ、これ何、霊能者か、これが強人か。おお、面白い。夜が来ました。いいね、9人病は一番好きだからな。うん、朝が来ました。まあ初日が見やなし。昨夜は誰も死にませんでした。一番、おはようございます。村人陣営でございます。一番最初なんで特に話すことないんですけど、皆さん結構今回は初心者っていうか、この部屋がね、まあ、今日からかな、この新しいモードが出たのが。だからまあ、楽しくやっていけたらいいなと思います。はい。とりあえずよろしくお願いします。2周目から。いや、これ考察伸ばせねえか。誰も使用できないから。え、どうすんだろう。マジでわかんない。普通ここでさ、今までやったら誰かが占いで出て、そっから考察とか始めるけども。そっか。とりあえず2週目喋ろうか。うん。1週目はみんななんか特に喋ることないんじゃないかな。うん。なんか喋ることあれば皆さんお願いします。それでは、どうぞ、2番さん。2番。そっかそっか。のプレイヤーは発言してください。ららって。はい、おはようございます。村人陣営です。そうですね、1番さん。言ってることがよくわかんなかった。占い師も出ていいんじゃないの？うん。強人もいるし。そうでしょう。2番さんがなんか占い師を出させようとしたブログがちょっと黒いなと思いました、ね。そうね、なんか狂人がいるから出てもいいんじゃないかって言ってましたけど、あれ狂人はその場合潜伏するんじゃないので、占い師が出てさ、平和村になったとしても、あのカリウドがいないからそこを噛まれて、はい、おしまいみたいな感じだったんで、2番さんなんか占い師をあぶり出そうとしてるのかなと思ったんで、2番さん黒いなと思った。4番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。村人陣営です。2番さんが一番怪しいかな今のところ、うん、3番さんとは意見があったから1、3は今のところ白く見ています、うん、5番さんどうぞ。5番。はい、おはようございます。村人陣営です。完全にもうこれ考察ゲームですよね、うんうん、で今ね4番さん1番さんが村っぽいというかね、印象がいいって言ってたんですけど、俺は逆で1番さんはその2周目考察伸びなかった時の保険なのかなと思いました。6番のプレイヤーは発言してください。はい、どうも占い師です。8番さん占いました。白でした。とりあえず8番占ってみたどこすかね、経験者。まあそれメタって言われても仕方ないんかなと、まあ経験者なんでね、俺的には味方つけたかったっていうのもあるんですけど、それで白でしたっていうところです。7番。初日で占い師が、使用する場合は、黒出し、まあ黒を見つけないと、使用する意味がありません。はい、そう思ってます。黒が見つけてんなら、使用してもいいと思うけど、うん、うんうんうん、その通り。なんで、6は本当にムラリがない。8番。今のところ1周目の発言では、1から7まで聞きましたが、2番さんが怪しいっていうか、あぶり出そうとしてるのかなって言った印象です。うん、以上です。9番。はい、おはようございます。村人 A でした。1番。そうですね、とりあえず順番に行きましょうか。2番さんはもう皆さんも何回も言ってましたけど、本当に分かってないのか、ホロスで言ったのか、炙り出そうとしてるようにしか感じられませんでした。うん、2と5グレで、6番さんもね、なぜ出たって思ったから、それね、もう5、6、2に、人狼2人と狂人あるんじゃないかなって。6、真の占い師はどうかは、次が分かるのかな、分かんないけど。追加できる、これ追加できない、ごめん、好きなとこ入れます。時間足らんわ。これのプレイヤーは発言してください。はい、2周目ですね。うん、まあ僕的にはね、出た方がいいと思うんだよね。僕このゲームで一番大事なのは霊能だと思ってるんで、占いはね、そんな重要じゃないと思う俺は。霊能さえ生きていれば、勝てるゲームだと僕は思うんで、出てよかったと思いますよ。僕先言っときますけど、役職ありです。役職ありです。マジか。3番。難しいな、マジで。役職ありなの、なんか信用ならないんだけど。あと6番はさ、白出しでさ出てきたけどさ、それも本当信用ならないよ。6番本当に占い師だったら村になさすぎでしょ。まあ、2番役割っていうから逆9に入れる。難しい。はい、
そうですね、私はね6番さん真だと思っています。理由としては多分狂人がね出てくるはずなんですよね、多分6番さんができたらっていうところで、出てこなかったっていうところで6番さんが真なんじゃないかなっては思っています。今日は5番さんから行きたいかな。5番。9から行くかな俺は。以上です。6番。真ならねここ出てこないっていうみんな思うでしょ。逆に出ました、僕。うん、白で、うん、ただそれだけですよ。うん、8番。今のところね、今のところ9とね3番さんは、ちょっと白いかなと思っております。5番さんに行きたいかなっていう印象。うん、5番さんで次に147がフラットっていう状態かな。うん、投票を始めてください。9の怪しいよね。だってここで5番がさ、役持ち、もし本当に人狼だったら生き残りたいから役持ちとか絶対言うと思うよね、この時点で。それで言わないと多分すむらないよね。5番。マジかのプレイヤーが選ばれました。夜が来ました。次誰が消されるやろうね。ここだよね。朝が来ました。頼む、俺は生き延び出させてくれ。8番死にじゃない。昨夜死んだ。ああ。6番、ね、7番のプレイヤーは発言してください。発言してください。1日目は、9占ってます。9占って、白でした。7気がない。これ2日目に発言的にも俺が聞けてる範囲内ではもう俺の中ではサイクロだったんで2占いました。それで黒って出たんで今日は2釣りで、2釣り以外飲めないです。はい。8番5に入れとのプレイヤーは発言してください。はい、別に2週目だったら霊能出てもいいと思いますよ。うん、だってね、一陣街、まあ、連れてない状況でも、出ることによって、白角っていうのが作れるんですよ。で対抗出てないですよね、霊能で。7番さんが6番さんの対抗っていうことですか。で2黒2ハンターですかっていうことは、うん、2ハンターですよね。な何の対抗ですか。あ、ハンターね。ハンター2人。あ、23ハンター。23ハンター。23ハンターで67で、占い師。あ、なるほど。9番のプレイヤーは発言してください。とりあえず今日は2番さん釣ります。1番。俺は今日は、2番もよくわからんね。とりあえず今日は2釣りでいいと思うけどね。次は俺は9と7を狙ってる。8はもう村で見てる完全に。2番。うん、今日俺釣りでいいよ。俺釣りでいい。もう俺二陣街探したからね。仕事終わってるよね。3俺の対抗でしょ。で7が狂人だから3黒の、7強。投票を始めてください。え、あ、そうか。ちょっと2で打ってもらったようは言えない。わからん。ちょっとあんまりついていけんな、最初だけ。3番のプレイヤーが選ばれました。発砲は、うわ、マジか。ハンターは発砲。2番夜が来ました。目を閉じてください。ここも無理なん。次8番噛まれるよね。マジ か朝が来ました。狩人じゃないのきついな。昨夜死んだのは、ん？7番8番のプレイヤーは発言してください。ああ、2番が黒ってことですね。そうだな、2が黒だった場合俺9が黒っぽいんだよな。黒っぽいっていうか黒だと思うんだよな。うん、ブハハハハハハ。なんそれ。最後の笑いね。のプレイヤーマジ難しい。発言してください。はい、私はもう1番さんだと思っている。1番さんは1巡目も雑なみたいなし、2巡目も途中でコイン切れで結局喋れてないんだよね。だから喋れてない、ふやふやになっちゃってるの。だから普通に私はもう1番さんだと思っている。なんてか1番さんだねってところです。1番。おい、これ9番お前だろ。あんたはコインがないとかそんな言うてから俺のこと言おうけどさ、別にさ、あんたもコインあるだけでさ、追加しても全然喋れてないじゃん。何言ってるか全然わからんばい。うん、もう9でいいっしょ。うん、以上。特に喋ることね。投票を始めてください。どっちやこれ。違う、私じゃありません。やば、8番信じてくれ。
1番マジかプレイヤーが選ばれました。マジかよーマジかよー。え、これガチ4番 ?4 番な。え、今言ってるよ。もう決まっとんでしょ答え。どっちよ、ちょ、教えて。あー、俺もね、まあ、1回目だったし、みんなほとんど、ええ ?8 番なわけねえよ。4番か。うそやろー、おいお前うそやろ、うっしゃーマジか。夜が来ました。目を閉じてください。昨夜死んだのは8番。なん、地紙してくれたん。ゲーム終了。人狼の勝ちです。どういうこと？なんな占い師、狂人？これ何？レドやん。4番？ 4 やろ、やっぱり。4やねえか、じゃ、マジで！おい、4番、おっぱいに謝罪しろ！おっぱいごめんね。ああ、許してやるよ。ミルク出してみろ、最後までご視聴ありがとうございました。よかったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは、また明日！バイバイ。